六道明関祭とは、恩明堂で行われる祭祀の一つ。天草地夫祭、または天宗草地府祭と呼ばれる場合もある。大山府君、天宗、草、地府を中心とした十二座の神に、金平、銀平、祖剣、倉間、なで物などを備えて、無病息災、延命長寿を祈祷する儀式である。天皇や将軍の交代という国家の大事にも行われたために、 陰陽道でも最も重要な儀式として位置づけられた。陰性期に中国の法然思想や仏教の六道思想を取り込む形で行われ、鎌倉時代に入ると鎌倉幕府の将軍宣言の際に合わせて安倍氏の手によって行われる儀式となったほか、天皇や貴族や武士の間で定期的あるいは最悪の発生や天変地異、武人などの臨時の祈祷として行われるようになった。 土見門家,家が室町幕府の日ごかで、安倍氏の宗家として確立されるようになると、将軍の身をはじめの儀式として道家が干渉するようになった。江戸時代に入ると、江戸幕府の将軍宣言では、もちろんのこと、天皇の即位式の際にも土見門家,家によって行われるようになり、明治天皇の時に政治的混乱で行われないまま恩明量の廃止に至るまで続けられた。 音明堂の儀式であるが、中国の法然思想をはじめ、家事、微武思考、大和などの仏教様式や白書、法兵、中富の払いなどの神道様式、ホラなどの修験道様式が取り入れられた。祭人とされた十二の神は、明堂十二神と称され、大山福君、天根僧、地府、水館、北庭大王、五道大王、司祭の地、四六、六僧方願。 なんと、北斗、家地下竹斗を指し、例外はあるものの、原則として他の儀式で用いられる、途上ではなく、細門を報じるのも特徴である。ありがとうございます。